足尾台風は、1902年9月28日に、千葉県から新潟県、北海道北部を通過し、主に関東地方から東北地方南部にかけて被害をもたらした台風である。足尾台風という名称は、非公式のもので、伊勢湾台風や第二室戸台風のように気象庁が決めたものではない。1958年の台風。 第22号による仮の川流域の被害の激甚なことから気象庁は公式に仮の川台風の名称を与え同時に1954年に函館港で青函連絡船東山丸を遭難させて多くの死者を出した台風第15号も遡って東山丸台風と命名したのが台風の公式な固有名の始まりである。従ってそれ以前の足尾台風も 室戸台風や枕崎台風同様、公式のものではなく、通称である。当時は台風という用語もなく、名称の足尾台風は、栃木県足尾付近の被害が甚大だったことから後で付けられたものである。足尾台風の名称がいつから用いられるようになったかは、はっきりしない。1992年観光の暴風。 台風びっくり症時点ではこの台風の被害状況や観測地について詳細に解説しているにもかかわらず、足を台風という名は出ていない。それ以前にも、大谷東鳴るのような著名な気象学者がこの台風に触れているが、やはり固有名は用いていない。世間一般で通用するようになったのは21世紀、初めか、早くとも20世紀末と考えられる。ただし、 地元など限られた範囲内では古くから呼び鳴らされてきた可能性はある。発生の時期、場所については明らかではない。当時は無線通信が実用化されて間もない頃で、それを装備した船舶はわずかであり、従って海上の気象観測網が極めて貧弱で、特に日本の南東海上は航行する船も少なく、気象資料が得にくかったという事情があった。 さらにこの台風のような規模の小さい豆台風は発見が難しく上陸直前まで観測網にかからないのが普通であった。最初に存在が確認されたのは9月28日の通業八丈島の北東である。その後の経路は中央気象台気象要欄によると以下のようになっている。縦山717.1水銀1ミリメートル当時の記録では 調子の最大風速は64メートル、筑波山では103メートルとなっている。しかし調査の結果、その頃を用いられていた風速計では、過大な値が出ていたことが明らかにされ、1924年以前の観測値には、一律に0.7を乗じ、その数値を公式記録とする旨決められた。蒸気の風速は、その補正後のものである。この当時、 この台風とは別に、もう一つの台風が、フィリピンルソン島の東方に9月21日、発生し、毎時 10km ほどで進行して9月26日には、琉球の南東遥か沖を北上。そして9月28日、足尾台風が、東日本地域を縦断して、日本海へ抜けた後の15時に中心が、潮の岬の東方に上陸。大王崎の西方、彦根付近、 福井の東方、金沢の西方を経て、能登半島を横断し、23時には佐渡島の北方に抜けている。9月28日朝の天気図では、二つの台風がほぼ横並びになっており、東側にあった足尾台風は、本州通過時の進行速度が毎時6 0トルから8 0トルに達し、かなり速いものであった。筑波山をはじめ、 台風経路の東側の各地で猛烈な暴風となったのも、この高速の影響が大きいと考えられる。これは、二つの台風の間に、藤原の効果が働いた結果、足尾台風の方が増速したのではないかと考えられている。記録に残る台風の中では藤原効果の見られる、最古の事例と言える。藤原効果にはいくつか類型があるが、 東西に並んで北上する2個の台風がある場合、渦が相互に干渉し、東側の台風が加速して急速に進み、西側の台風は速度が落ちるという形になることがあり、同様の例がその後も時折見られる。足尾台風は暴風域などの規模が小さい豆台風であったが、中心気圧は低く、特に猛烈な風による風害と高潮による水害が著しい。 また豪雨による洪水も発生した。風水害は千葉県、茨城県、群馬県、福島県、山形県等にもわたり、死傷者、家屋の損壊、汽車の転覆、煙突の破壊、巨樹の倒壊などの被害が出たとされる。相模湾では満潮時にあたり、高潮が発生した。また、横浜港では暴風により、桟橋に停泊中だったドイツ優先の プロイセン号が流され浅瀬に角座、汽船、カーリー号も防波堤に乗り上げた。その他小型蒸気船や臨時税関の工事船が沈没したという。流出後の心境は都市行方不明者219名、家屋の全壊、流出約8200個、足尾で315ミリの雨量を記録した。渡瀬川が洪水となり、 足尾での被害が大きかったことが後にこの台風の名称となった。足尾町内では、御子内人上小学校が流出するなどした。また、日光中宮市では土石流が発生。中前事故に流れ込んだ土砂が3メートルの高波を起こし、旅館などで被害者を出した。この波は、下言滝を越えて親川に流れ込み、新橋、大谷橋が流出。福無満が淵の、 並び地蔵も流出した。恨み滝はこの台風が元で姿を変えたという。現在、栃木県立猛賀高等学校にある登録有形文化財猛賀高校記念館は、この台風で損壊した校舎を翌年建て直したものである。死者、行方不明者118名、家屋の全壊流出2164個を記録した。九百七十年八月に、 高知県に上陸した台風第10号は全国的に見れば大きな災害をもたらしたものではなく、気象庁は固有名を与えていないが、土佐湾に高潮を起こして高知市内が浸水するなど、高知県に与えた被害は戦後最大と言われ、地元では非公式に土佐湾台風と呼んだ。AB 神奈川県速高所、明治35年9月28日神奈川県下。 暴風解消被害記事、1902年。能天気エクスプレスメルマ。1966年9月には、台風第24号が、フィリピン東方から、ゆっくり北上して、四国沖に達した頃、マリアナ諸島近海で、台風第26号が発生、時速5 0トル前後の速度で北上し、静岡県に上陸後は、時速7 0トルで、 北東進したこの台風第26号によって山梨県下では猛烈な雨と暴風により200人以上が死亡、行方不明となる災害が発生している。島田守家はこの事例と足尾台風の類似を指摘している。宇都宮地方気象台、栃木県内の主な気象災害日行し旧足尾町歴史年表 ABCD 蒙化シリーズ。 中村小学校、明治35年9月28日の暴風、国土交通省関東地方整備局日光、砂防事務所、日光の市は、ありがとうございます。